花インコアナナスはパイナップル科の植物の一つ。花をいなくつとの先端がインコのくちばしのように尖る。干渉用に栽培される。高さは40センチメートルほどになる。葉は細長く、先端は尖るか丸く、いずれにしても先端は短い突起で終わる。葉質は柔らかい。白い甲を吹いたようなリンペン毛がある。葉の基部の鞘は赤みを帯びた、単力色。 とても短く直立する。走りで系で栄養繁殖する。花は冬につける。花系は細くて直立、または斜め上に伸び、分子はない。先端部に花を抱えるツトが集中し、それらは二列性で、下水は扁平になる。ツトの基部は鮮やかな赤、先端付近から半ばまで緑っぽい黄色で、先端は尖り、上に向いて曲がる。学編は長さ3センチメートル。 基部は赤くて先端は黄色。花弁は長さ3.5から6センチメートルで細長くて黄色く、先端だけが緑色。た日果ては学編より長くならない。ブラジルの東部から南部にかけて分布し、海岸沿いの湿潤な森林で低いところに着生するか、または森林内の地上に出る。観賞用に栽培される。観賞用のアナナス類の中でもよく知られたもので。 広く普及している。改良品種や禁煙別種との交配品もある。以下、種として、ホルスト、P215 高林編長 P521。ありがとうございます。